どうもこんにちは、こんばんは、きなこと申します。クラブスーサイドパート26やっていきたいと思います。前回のパートからうすいくんの、パートをやっていっています。で、うすいくんと慈善活動を一緒にしようという話になりまして、でまず、一番最初に献血に行こうみたいな感じのね、話になって一緒に向かっているようなところまでやっていきました。では続き進めていきたいと思います。ほんの少しだけ日の傾いた薄青の空と黄色の空。行く道に同じ年頃の人影は少なく、穏やかに抜ける春のやわ風が心地いい。触れた臼井さんの桃色の前髪とカーディガンが揺れて、どうしたのリンゴさん。シャンプーか、それとも柔軟剤か。ほんのり甘い石鹸の香りが私の鼻腔を撫でた。何か、臼井さん、いい香りします。いい香り？あ、深い意味はないんですけど、石鹸の香りがします。ふーん。そう言うと臼井さんが身をよじり、首を曲げ、顔を揺らして小さな鼻を犬のようにひっくつかせ始めた。でも自分からどんな匂いがするって正直よく分かんないですよね。なんか私は、香水とかつけないですけど、なんだろうね、結構ラベンダーが好きなんですよ。なんでハンドクリームをロクシタンのラベンダーを使ってるんですけど、それがねちょっと香りするかもなぐらいかなって私は思ってるんですけどね、わかんないよね。手首、首、髪のそよぎ、袖、襟、袖、体のあちこちを自らで嗅いで嗅ぎまくって、自分じゃわからないや。きょとんとした顔でこちらを見る。その顔、なーに？僕、何かおかしいことした？あ、いえ、なんでもないです。この人は本当に人間なんだろうか。自殺の理由といい、なんといい、なんて読むんだっけ、外交かな。外交が人型なだけで、その実、人知を超えた何か別の生き物な気がしてたまらない。洗濯物の匂いかな、それともシャンプーの匂いかな、どっちだろう。ずっと同じものを使っていると分かんなくなってきちゃうよね。そうですね。どっちも石鹸の香りなんですか？頭の先からつま先までブクブクのシュワシュワだよ。ブクブクのシュワシュワ。こういうところとか、表現の仕方が突飛すぎる。猫をかぶったつもりだとか、ぶりっ子にしたってさすがにすごすぎる。確かにこれ女の子が言ってたら結構なぶりっ子だよね。なんか頭の上からなんか全部シュワシュワだよみたいなやってさ、ちょっとってなるよね。素でやっているなら恐ろしいものだが、実際素でやっていそうだから怖い。可愛いからいいのだけれど。そういえば、シャンプーと柔軟剤といえば、初めてクラブスーサイドで出会った時から密かに彼について気になっていたことがある。そういえば、臼井さん。何？そんな大事ではないが、知れるならその意味を知りたい、さりげないこと。それは、髪の毛の色、長袖のカーディガン。なんか、どうなんだろうね。私的には、長袖のカーディガン着てる男の子がいるからさ、髪の毛の色の方が気になるんだけど、これはもう自分の趣味なんですけど、カーディガン着てる男の子好きなんですよ。高校生の時にねすっごい思ってた、ブレザーの下にカーディガン着てる男の子すごい好きだったんですよ。めっちゃいいなと思って、しかもカーディガンが似合う子っているじゃないですか。体型的にこういう薄い子みたいな細身でなんか細いなみたいなで、まあ背は高めの方が多分似合うんですけど、すごいねいいなって思ってた。私もなんかイケメンに生まれたらああいう格好しようってなんか来世イケメンに生まれたらあんな格好したいなとか思ってました。とは言いつつも髪の毛の色の方が気になるんで、こっちは聞きましょうか。髪の毛の色派手ですね。そこそこ高速の緩い楽風ではあるが、こんなに攻めた色の髪色、簡単にできたものではない。それもこんなに穏やかで静かでちょっとシャイっぽい臼井さんが、むしろ目立つことなど苦手そうなのに、なぜこんなに目立つ色を入れたのだろう。ピンク、ピンクが好きだからね。大好きな色なんだ。可愛くって強くってヒーローの色でしょ。ヒーローの色、好きなものは身につけたくなるでしょ。まあその気持ちはわかるけれども、私にも好きな色はある。好きなモチーフとか動物とかそういうのはあるけれども、皆さん何が好きですか？私は好きな色はね、ブルーですね。どっちかというと緑に近めのブルー、なんかターコイズとか、あと結構がっつりブルーみたいな群青っぽい色も好きですね。青とかが割と、緑はねそんな好きじゃないんですけど、青と、赤かな。フランス色が好きですね。青赤白っていう。けど悪目立ちしちゃいませんか？私も好きな色とかあるんですけど、基本黒じゃないとなんかヤンキーとかパリピとかって勘違いされそうで怖いというか、目立つの怖くて好きなものをつけられないというか。我ながら意地の悪い質問をした。己の陰湿な心に慈悲をかけるような醜い言葉を吐いた。いらぬ心配なのかもしれないが、言っているうちになんだか恥ずかしくなってきて妖精から目をそらす。静かな間のあと、私よりも少し上にある顔がコテンと袋を見たく曲がった。そうなの？髪の毛が黒くない人はヤンキーでパリピーで明るくてなの？まあちょっとよくわかんないかも。どういうことなんだろう。黒いと真面目で、そうじゃないと不真面目。ちょっとよくわかんない。ごめんね。その感覚分かってあげられなくて。なんだか深刻そうな顔してるから分かってあげたいんだけれど、僕の頭じゃできないみたい。まっすぐな声で純真な音で紡がれた言葉を受け取って、私は愚かな質問を彼にしたことを深く悔いた。でもね、僕なりのピンクならあるよ。リンゴさんにとっていい話にはなれないかもだけど、心の中に取っといて悪くはないと思うんだ。ん？僕が今あなたの話を聞いてね、わかんないって言うのもそうなんだけど、それってちょっと変だよって思っちゃった。ごめんね。だってそれって例えば髪の毛がピンク色だと真面目じゃないって思ってるってことでしょ。真面目ってなんだろう、不真面目ってなんだろうね。スカートを履いてるからとか、刈り上げてるからとか、みんなよりちょっと転びやすいから、背が大きいからとか、だから〇〇だ、だから〇〇らしいって言いたいんだよね、きっと。僕は別に好きをぎゅっと自分に詰め込んでる、自分を宝箱にしているだけだからいいんだけど、そう思うことってちょっと僕には窮屈かも。あなたから聞いた瞬間、具合が悪くなっちゃった。そういう考え方もあってもいいけど、僕にはきっと合わないんだと思う。胸がギュッてなっちゃった。ふわふわでドキドキでゆめゆめなピンク、素敵って、それだけで僕は十分だからね。細く小さい妖精の手が私の髪に触れる。子供が花に触れるような邪念のない温かい手つきで、りんごさんの髪の毛も真面目とかそうじゃないとか、明るいとか暗いとかじゃなくて、素敵だよって思うよ。なんて私は狂気な目から彼に物を言おうとしていたのだろう。すいません。え、どうして？身を恥じてつぶやけば、私の毛先を遊ばせる細い指が止まる。なぜ私は彼の髪が桃色だからってそれを彼に聞いたろう。桃色と黒色といろいろの違いを探そうとしただろう。愚問すぎる。いや、ありがとうございますわ。うん。お役に立てて光栄です。何かあったら何でも僕に話して。僕頭ポワポワしてるから、自分でもぐるぐるでよくわからないから、言ってることを分かってあげられないこと多いかもしれないけどね。それでも本気で聞くから。はい。天然で不思議ちゃんかと思いきや、嫌味のない純粋かつロジカルな思考回路、穏やかで事象通りぽわぽわっとしていながらも、ひそやかな鋭ささえも感じる正しさを少し恐ろしく感じた。生きとし生けるものすべてに宿るはずの蛇で乱れた部分を寸分も感じぬ彼に、我が背を寒さが張った。なんか何なんだろうね。すごい純粋なのかな。でもなんていうの、闇がないわけではないんだろうな。だって自殺したいって思うぐらいだから。臼井くんがね、まだちょっと全然つかみきれないんですけど、これほどまでになんだいこれは陰り違うかなのない心ならば、それこそ彼の望むヒーローにだってなれるのではないか。むしろ適しているのではないか。何がヒーローを諦めさせたのだろう。何が彼の生を諦めさせた、諦めさせたのだろう。妖精の失意の理由に思考を潜らせ、沈黙に道をいまだ歩く。彼が指を絡ます私の髪を、どこからか桜の花弁を乗せた風が再び吹き上げた。まあなんかその決めつけっては良くないですよね。私もでも結構多分りんごちゃんと同じようにさ、なんか考えてしまうんだけど、一回髪の毛を半分金髪にしたことがあるんですよ。毛先だけグラデーションでこう毛先にかけてこう明るくなるようにして、実質半分ぐらい金髪みたいなことをやったんですけど、すごい楽しくて、なんかそんななんて言うんだろう、遠慮してる必要なかったなって何に遠慮してたんだろうなってすごい思いました。そっからね、結構ずっとずっと黒髪じゃないんですけど、なんか茶髪、割とずっと茶髪で、会社があるので今はそんなに派手派手には染められないんですけど、でもそれでもね、もっと派手に染めてもいいんじゃないかなってなんか思うよね。なんかやっぱ遠慮しちゃってるよねなんか自分のやりたいこともっとなんかやるべきなんじゃないかなってふと思ったりもしますけど。それから数分歩いて駅前近くの広場。どうか献血のご協力をお願いいたします。十字マークのボードを手に声を張る係員さんたちの背には簡易なタープテントとバスの白。平日、それも夕方前の中途半端な時間帯だからだろうか。ほんの少し夕映えして眩しいそこには、スタッフさんたちと思わしき方々以外に人が見当たらない。哀れむわけではないが、世界のどこかにいる誰かのためにと声を上げる人々のこの様に少し寂しさを感じた。ちくりと胸が痛む。すいません。献血したいんですけど。影がテントの下、薄く張られたビニールカーテンを潜れば、係員さんの一人が嬉しそうな顔でこちらを見る。よほど今日は実りのない一日だったと伺える。ああ、お二人さんですね。カードは持ってますか？はーい。あなたは初めてだよね。あ、はい。はーい、わかりました。まずは二人とも問診に簡単に答えていただいて。そう言って渡されたタブレットはやや重い。スマートフォンより重いものなどほとんど持たずに生きてきた少年。すごいな。お姫様みたいになってる。まさかこれ式のもので重さを感じてしまうなんて、なんだか少し悔しい。身長とか体重とか、あとその日の調子とか、いっぱい質問あるけど全部簡単なものばかりだからね。これ答えて、温度測って、ちょっと調べ物とかしたら、あとはゴローンで、パクパク、もくもく、ごくごく、だよ。質問に答えて、体温測って、少し検査をしたら、あとは寝るだけってことですか？うん。簡単でしょ。パクパク、もぐもぐ、ごくごくとは？それは、おかしい。貧血になっちゃうと悪いからって、いっぱい食べれるんだよ。人助けとか歌っておきながら、欲求は明らかにお菓子と飲み物の方に行っている。食べるために助けるのか、助けるついでに食べるのか、はたまたどちらも本命なのか知らないけれど、まあ彼が言うならば、私もパクパクしながら人助けしてみせようじゃないか。身長、体重、おおよそだ、おおよそ体重計見てない。年々階段を上る足が重くなっている実感は大いにあるが、気のせいだ。いや、わかるわ。なんか学生の時とかめっちゃ体軽かったのもんなと思うもん、今振り返ったら。血液型なんだったっけな、多分これだ。血液型忘れることあります？私最近忘れるのは自分の年齢を忘れるんですけど、今何歳だっけってめっちゃなるんですよ。で自分がその生まれた年と今2021年じゃないですか、引き算して、あ、何歳だみたいなね。やばいよね。間違ってたらごめんなさい。後でどうせ測ってもらえるでしょ。他力本願寺に祈ろう。輸血歴、海外旅行滞在歴、特定の病気の罹患歴。うん、これも特に引っかかる部分はないな。おひき卒業したての健康優良不登校少女だ、私は。最後にピアスを開けた日、最後に入れ墨を入れた日。これも大丈夫。最後に成功知るか。というか、臼井さんは簡単な質問って言ったけれど、そこそこ量が多いな。終わる気がしない。でも仕方ない。こういうところをちゃんと答えておかないと。あ、薬の服用。すいません。どうしました？その、睡眠薬飲んじゃったんですけど、普通の市販の。睡眠障害とかではない。ただ今までの夜型生活を学校に合わせて戻すにはこれしかなかったのだ。あれですよね、ガチの睡眠薬じゃなくて睡眠導入薬っていう、あれです、鼻炎の薬と全く同じ成分のやつだと多分思います。眠くなるやつね。花粉症の薬飲んだら眠くなるのと同じっていう、なんて言うんだろう、作用基準のやつだと思うんですけど、本当の睡眠薬はそんなもんじゃないっていうか、多分ね、私は本当の睡眠薬飲んだことないんですけど、多分立ってられんぐらいになると思うので、夜に起きて朝に寝ていた人種が次の日から朝に起きて夜寝ろと言われてすぐにできるわけがない。たとえ生まれた時はそうだったとしても、後天的に身に刻まれた不摂生の快楽ほど依存症の高いものはない。睡眠薬、いつ飲みました？今日の1時とか。不安げだった係員さんの顔が途端に落胆の表情へと変わる。アウトか。すいません。せっかく来ていただいたところ、申し訳ないんですけれども。当日の睡眠薬はダメになっちゃうんですよ。あ、はい、わかりました。こちらこそ、すいません。ごめんなさい。また次回あれば何とぞ。いえ。あれ？何度も会釈をして横を見ると、いつの間にか臼井さんの姿はそこにない。もしかしてもう取りに行っちゃったかな。あ、お友達さんですか？ついさっき車の方に行かれましたよ。全然ここでお待ちになられても結構ですよ。不完全燃焼というか、多少の緊張はあれど、その気満々で臨んだものだから、なんだか物足りない。このままここで待てを食らわされるのも暇だ。かといって、臼井さんを置いて帰るなんてできないし。せっかくめったにない状況にいるのに、安易にソシャゲを起動するのも少しもったいない。そろそろスタミナが回復している頃合いだろうが、今はなんだかそういう気分じゃない。はい？献血とかやったことないので、臼井さん、友達の様子を見学とかしちゃダメですか？見学。ちょうど人も空いてるし、いいんじゃないでしょうか。知りたいって言うなら知ってほしいですし、ちょっと待っててくださいね。私もでも献血行ったことないからな。一人でなんか行く勇気なかなか出ないですよね、献血って。係員さんが急ぎ足で開きっぱなしのバス扉へとかけていく。少しの話し声が聞こえた後、すぐに彼女はバスの中から笑顔を浮かべて帰ってきた。行けますよ。お友達さんもあなたが見に来るって聞いて、なんかはしゃいじゃってましたよ。はしゃ？どこにはしゃぐポイントがあったんだろうか、臼井さんよ。一応、問診の方にご協力いただいているので、お友達と一緒にお菓子とお茶いかがですか？え、もらっちゃっていいんですか？お譲りしてませんけど。お譲りって大丈夫ですよ。健康な体づくりにはまずは食べることが一番ですから。万病の薬は食とはよく言ったものだ。私も別にお菓子が欲しくないわけじゃない。いただけるものはいただく主義だ。お言葉に甘えてうなずいて、私は係員さんに招かれ、臼井さんの待つバスの中へと足を踏み入れたのだった。お食べてる。めっちゃ食べてるやん。2つも空いてる。献血直後は立ちくらみなどが発生する可能性があるから、休むようにと設けられたバスとはまた別の車内。 400ml がっつりとった臼井さんは、英雄の特権とばかりに用意された菓子や茶をむさぼり食っていた。おいしい。よかったです。いい食べっぷりだ。手に取ったものが瞬く間に口に消えてゆく様は、傍目に見ていても気持ちがいい。しかし一方で取り込んだ細い体のどこにそんな量が収まっていくのか、摩訶不思議だ。なんか食べる人に限って細かったりするよね。羨ましいんだけど。人体とはまだまだ謎が多い。というか、そろそろ食いすぎなんじゃないか。臼井さん、食べ過ぎじゃないですか？え？でも係員さんはいくらでも食べていいよって言ってたよ。そうだけど。この国の言語にはわびさびに似て、ものの言いようっていうのがあってだな。なんて暗黙の規則を唱えたって彼には分かれないか。いっぱい食べて体に還元しなきゃ、それかヒーローの責務ってやつだよ。ヒーロー。どうかした？あ、いや、なんでもないです。お腹いっぱいになりませんか？まだまだ、全然。そう言って、桃色の妖精は5本目になるお茶入りペットボトルを開ける。めちゃめちゃ飲んでるやん。逆に水分そんな飲めんのやけど、私。なんか飲み会とかでもさ、一生ビール飲んでる人とかいるじゃないですか。あんなにそもそも水分を取れないんだよね。無理じゃないですか。彼の胃の中は今頃すごいことになっているだろうに、服の上から見る限り彼の体にはちっとも変化はない。恐ろしや。その盗み聞きしていたつもりはないんですけど、臼井さんって大型なんですね。うん、みんなを助けられるヒーローの血だよ。私も大型です。ヒーローの血？ A とか B とか AB とは違うんですか？えへへ、そうなんだよ。初診の時にお医者さんに聞いたら答えてくれたんだけど、A 型には B 型に対する抗体が、 B 型には A 型に対する抗体があるらしくってね。違う血液型の血を輸血しちゃうと体の中で戦い合っちゃってすごいことになっちゃうらしいんだ。だから違う血液型を輸血はできないんだけどね。O 型って A 型と B 型どっちにも対する抗体はあるけど、性質自体は A でも B でもないんだ。だから A 型でも B 型でも AB 型でも一緒にいることができる。血をあげられるって感じらしいよ。うん、そうなんですよね。O型はこう、なんて言うんだろう、あんまり私も詳しくないというか忘れてしまったんですけど、こう多分ヘモグロビンの表面にあるこうものが、まあ、A 型の方と B 型の方とあって AB は両方ともあるんですけど、 O は何にもないみたいな感じだったと思うんですよ。なので、O 型は誰にでも輸血ができるんですけど、 O 型は O 型同士でしか輸血ができないっていうことなんですよね。へえ。それでね、ヒーローの血なんだ。僕はそう思ってる。うん、逆に僕が輸血される側になったら O 型以外の血をもらうことはできないらしいんだけどね。ああ、AB 型は逆にどの血液型でももらえるんだって。人の体の仕組みって面白いよね。一番内臓の仕組みが面白いことになってそうなあなたが、それを言うのが私にとっては一番面白いのだが。私も食べよう。うん、うん、食べなよ。お腹が減ったら切ないもんね。はっ、可愛らしく緩めていた臼井さんの口角が突然引き絞られ、血色の良かった顔から瞬く間に血が引いていく。脳裏をよぎるのは宣告。看護師さんの言葉。400mlがっつり取っちゃうからしっかり休んでね。立ちくらみとかあったらすぐ行ってね。大丈夫ですか？すぐに看護師さん。あ、うん、大丈夫だよ。大丈夫。大丈夫そうには見えませんけど。平気だけど、そのね、近くにおトイレってあったっけ？トイレってぱり体調悪いんじゃないか。みるみるうちに青くなっていって、吐いてしまう前にまずは助けを。近くって。え？その僕トイレ近くって、飲んで食べるとすぐなんかいかつい的なやつなのかな。吸収されてないってやつだよね多分。なんだ何打ちこれ。2分ぐらい歩きますけど、駅の改札手前に確かトイレがあったはずです。本当？嘘言って何になるんですか。そりゃそうだ、あれだけ食べて飲めば回転率はいいに決まっている。吸収と排出の多い人は体がきれいだという。臼井さんは最高クラスの健康体なのだろうが、なんとも燃費の悪い。改札行けば右側に見えてきます。目立つので分かりやすいはずです。全処するよ。ここで待ってますね。食い気味で二度うなずいた臼井さんが慌てて車を降り火の下を走る。あ、臼井さん、違う。駅の方向逆。来た道の方向も間違えるなんて。彼の暴行に一抹の不安を抱くが、どうか彼が無事たどり着けるよう、そしてあまり混んでいないよう、私はここから祈ることしかできない。見えぬ神に手を合わせてクッキーを一口含む。エーメン、ハレルヤ、何枚だ。死を前にしているはずなのに。なのに愚かにも彼にGかな、違う、慈しみかなの感情を感じ始めている己の心には気づかぬふりをして、一杯の茶とともに嚥下した。まあ、りんごちゃんは献血できずじまいでしたけれども、臼井くんはね、トイレに間に合ったんでしょうか。今回はこの辺りで終わっていこうと思います。ちょっと長くなってしまいました。また、次回もご覧いただけると嬉しく思います。チャンネル登録、コメント、高評価くれたら嬉しいです。ではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。